どうも皆さんこんにちは、ワッキーです。さあ、東京に帰ってきまして、久々に自宅から撮ってるんですけども、先日までね、宮城県は仙台グルメで約1週間半ぐらい仙台の方滞在してまして、でワッキー的おすすめ飲食店、動画をねどんどんアップしてましたが、今回ねこの動画は自分が3日間ぐらいかな、仙台駅周辺のいろんな飲食店をちょっとこう食べ歩きみたいな感じで動画撮ってまして、それを一本にまとめて仙台駅周辺ワッキー的おすすめグルメみたいな、ちょっとアフレコ形式でサクサクっとねお届けしたいなと思ってまして、今後仙台の方に行ってグルメ食べ歩きしたいなとか、何回か行ったことはあるけどもあんまりグルメいろいろ回ってないなとかね、そういう方に向けて参考にしてもらえたらなと思ってますんで、まず1店舗目はこちらでございます。はい、ということで仙台駅周辺グルメ一発目が、日本一のナポリタンに輝いたハチさん。仙台駅構内にあるお店なんですが、僕仙台行った時にここを通るんですよ。いつもね並んでます。結構行列が続いてるお店で、でこの日はオープン前に15分か20分ぐらい前かな、お店に行って誰も並んでなかったので、自分がね一番をね取った時ですね、これは。で日本一のナポリタンって言ったんですけど、ナポリタンスタジアムっていうのがあって、全国から集まったナポリタン自慢のレストランが16店舗3日間3万人の来場者の投票の中から、2013年にハチさんが日本一に選ばれたという経緯がありまして、で一番の人気メニューがハンバーグナポリタン、これがまあ看板メニューと言ってもいいんじゃないかなと思うんですけど、大概の方このハンバーグナポリタンを食べに並ばれてる方が多いんじゃないかなと。で、今回ねトッピングでねカニクリームコロッケ、これもね結構ハチさんこだわってるみたいで、これトッピングで注文したいなと思ってまして、でテイクアウトもねお弁当あるんですけど、ハチさんハンバーグもめちゃめちゃ強いんで、デミグラスハンバーグ弁当だったり、あとはハンバーグナポリタンがそのまま弁当になったという、あと手軽にハンバーグナポリタンを食べるのにうってつけなコペリタンっていうのもあって、これちょこっと買ってね新幹線の中で食べてもいいんじゃないかなっていう感じでしょうか。はい、あ、一つ、はい。で10時になったので呼ばれて1番に入店しまして、もう後ろにね15人ぐらいかな並んでまして、で一組ずつ丁寧にアテンドされてましたね。サービスねすごく良かったです。でこちらがやってきましたハンバーグナポリタン、それにカニクリームコロッケトッピングでございます。もうこの時点でねトマトケチャップのいい香りとこのデミグラスソースの香り、これダブルでね鼻がねもうかなりやられましたね。で他のお客さんもほとんどハンバーグナポリタン注文されてました。地元の方とか近所の方はいろんなナポリタンの他のメニューたくさんあったから、いろいろ楽しめるんでしょうけど、観光客の方はねやっぱハンバーグナポリタン一択になっちゃうんですかね。そんなしょっちゅういけないですからね。でハチさんのパスタの麺がめちゃくちゃもちもちで、トマトの甘み酸味すごくバランス良かったんですけど、甘みの方が強かったかなと思います。なんか自然なトマトの甘みをしっかり感じられるパスタで、ハンバーグは黄金比率牛肉7豚肉3で作ってるそうですが、創業当初から変わらずもう40年以上愛されてるハンバーグだということで、粗挽き感といい旨味もねしっかり口の中で楽しませてくれて、で今回トッピングしてるカニクリームコロッケ、自分個人的にも大好きなんですけどね、これもハチさん創業当初から変わらない味わいみたいで、ホワイトソースのコクがねたまらなくうまかったです。もう自分好みの味でございました。もう最高の一品でございました。っていうかハンバーグとナポリタン嫌いな人っていますかね。時間ない方はコペリタンを買って新幹線で食べてください。で2軒目は仙台といえばずんだじゃないですか。枝豆を使ったスイーツがかなり人気なんですけども、そのねずんだ餅発祥のお店が仙台駅西側から歩いて10分ぐらいかな、1877年創業というねずんだ餅発祥の店村上屋餅店というお店がありまして、店内のイートインとあと持ち帰りで列分かれてるんですけど、ネットの情報だとねいつもここね店内満席なんで、もう自分はね持ち帰りの方にして、で餅の種類もね結構多彩にありまして、今回ちょっとずんだ餅目的だったので、ずんだ餅3個で760円だけを買いました。でホテルで食べても良かったんですけど、近くにね商店街があってベンチがいっぱいあるところがあって、そこでね食べることにしました。
これがずんだ餅発祥のお店のずんだ餅。ビジュアルとかどうですかね。このずんだあんがめちゃくちゃきめ細かくてで、ね、クリーミーなんですよね。でやっぱり餅屋さんなんでお餅が主役なんでね、どちらかというとねお餅の方が美味しかったかな。ずんだあんもね甘すぎなくて自然な甘さがあって自分好みだったんだけど、比べちゃダメなんだけど市販で売ってるようなお餅、まあ、比べちゃダメなんだけど段違いでしたね。美味しかったですお餅が。これもね仙台観光に行かれた方はぜひおすすめでございます。で3軒目は北京餃子さんです。これはね仙台に住んでる方はね知らない人はいないんじゃないかなと思います。1977年創業、もう歴史も結構ある町中華のお店なんですけど、ここの広東焼きそばがこの仙台市民の方に、まあ、昔から愛されてるということで、でお店行ったらねめちゃくちゃ並んでました。これねオープン10分前だったかな、もうね結構並んでて、で今ねなんか仮でここのお店で営業してるみたいです。でグランドオープンは5月中にされるそうで、場所はここなのかちょっと分かんないんですけども、まあ、この北京餃子はとにかく仙台市民に昔から愛されている庶民派の町中華で、店内食券制なんですが、ちょっとねお店のオペレーションがねあんまり良くなかったかなっていう感じですかね。なんかスムーズにね入店されなかったんですよね。で食券買ったら最初にもう厨房の方にお店の方に渡して、で半券をいただいて、あとは番号で呼ばれて、まあ、セルフでね自分たちで料理を取りに行くっていう感じなんですけど、でメニューもね、まあ、ザ町中華っていう感じ、なんかチェーン店とかっていうよりかは個人店の町中華にありそうなメニューのラインナップでございました。まあ、自分はね当初の目的通りこの広東焼きそば、普通のねサイズで、買ったんですけども、ちょっと失敗したなと思ったのが、チャーハンとミニ広東焼きそばセットっていうのがあって、それがね普通の単品の広東焼きそばの金額と同じ金額だったんですよ。まあ、なんだけど広東焼きそばだけでいいかなと思って、結構ね750円なんだけど一皿かなりねジャンボサイズで、この安くてボリュームたっぷりで家庭的な味わいもありつつお店の味もちゃんとあるみたいな、なんかそこがずっと昔から愛されてるみたいですね仙台の方に。でそして番号呼ばれて取りに行きまして、このボリュームですよ、このビジュアルどうでしょうか。で箸とか全部ね調味料もろもろセルフになってて、まあ、紅生姜合いますからね。でやっぱねこのねボリュームちょっと映像じゃ分かりづらいかもしれませんが、結構ねボリュームありますこれ。でこれで750円でやってるんで、まあ値上げこれしたのかな、昔から変わってないのかちょっと分かんないですけど、で味もね美味しかったです。庶民的な味わいもありつつお店で食べるプロのね味わいもなんかこうねバランスのいい感じで、で麺がねところどころ硬さがあったんですよね。これはね意図的に多分焦がしてるんじゃないかなと思うんだけど、であんがねこれがね、まあ、自分40代なんですけどドストライクでございました。全然濃すぎもなくしょっぱ辛くもなく旨味もしっかりあんに溶け込んでて、いやこれで750円っていうのはかなりお得じゃないかなと思います。でちょっと並びますけども、これもね食べに行ける方もしいたらぜひね食べに行ってみてください。で続きましては仙台朝市というエリアがありまして、仙台駅の西側に、路地入ったところにあるんですけども、ここのね仙台朝ら食べたかったんですけど10時までで、この日ね10時も過ぎてたんですよね。でちょっとこれは諦めて、本命はねコロッケだったんですよ。斉藤惣菜店さんのコロッケ屋というお店があって、ここねずっと行列できてます。看板メニューが、ジャガジャガコロッケ1個90円。あと今だけ桜エビのクリームコロッケっていうのもあって、このね2つを今回ね食べにやってきました。で列に並んでたんですけど、やっぱり、ね、ほとんど観光客の方ですね。で回転はめちゃくちゃ早いです。もうみんなコロッケ買うだけなんで、だいたい5分ぐらい並んで、自分もね買うことできました。でコロッケだけじゃなくて、串カツ、ヒレカツ、ロースカツ、チキンカツ、もろもろ大体のね定番の揚げ物メニューは、ほぼほぼここでね売ってましたね。特大のエビフライからエビカツで、お店の方が常にね厨房でねガンガンコロッケをね揚げてましたね。自分並んでても後ろどんどん列できてましたから、これ常に一日中コロッケ揚げてる感じですね。でそしてちょっとこのコロッケ屋の周りみんなね立ち食いしててね人が多かったんでね、ちょっと移動して、まずこのコロッケがねジャガイモがね甘いんですよ。
じゃがいもの自然な甘みですね。おやつみたいなコロッケでしたね。甘くてホクホクで衣サックサクで、もうペロッとねいけちゃいました。で続いて桜エビのクリームコロッケ、まあもうこのクリームコロッケが僕大好きだから、桜エビの味わいがこのホワイトソースに溶け込んでて、中に桜エビが散りばめられてて、これはねおやつというよりかはご飯が食べたくなるコロッケでございました。お店閉まるのがねちょっと早いので朝行った方がいいと思います。そして続きましては、この仙台朝市から近いところにある、これもね町中華のお店なんだけど、太陽楼さんというお店で、仙台は麻婆焼きそばも結構名物になってて、でネットでいろいろ調べたんですけど、この太陽楼さんの麻婆焼きそば結構人気ということで、あと朝市から近かったので、寄ってみました。いや今回ねいろいろ調べて、まさか仙台が麻婆焼きそば、これをねなんかご当地グルメというか名物にしてるのね、自分知らなかったんですよね。まあ、なのでちょっと今回人生初のって感じなんですけど、あとこっちの宮城県の方はフカヒレが名物だったりするんで、フカヒレもね今回食べたかったんですけど、ちょっとねやっぱり麻婆焼きそばの方に惹かれてしまいまして、卓上の調味料は至って普通でございます。で早いんじゃないかなと思ったけど、もう冷やし中華やってるんですよ。仙台の方は早いんですかね、4月から冷やし中華っていう。あとこのピリ辛の冷やし中華、これが癖になりそうでね食べたかったんですけどね。でそうこうしてるうちに麻婆焼きそばがやってまいりました。どうでしょうかこのビジュアルと、あとテカリね。で一緒にねスープがついてきたんですけど、このスープめちゃくちゃ美味しかったです。付け合わせスープ歴代1位だったかもしれませんそして肝心の麻婆焼きそばでございますが、これもね北京餃子さんの広東焼きそばほどじゃないんですけど、結構なボリュームがあって、でメニュー表見たらね辛いってなってるんだけど、口当たりはね味噌の甘みかな、結構甘い感じだったんですよ。その後肉の旨味、あんの出汁の旨味が広がって、最後辛さが追っかけてくるみたいな。でこの焼きそばすすって3回目4回目ぐらいからだんだんね口の中がね辛くなってきました。これはねちょっと辛いの苦手な方は厳しいかな、なんか辛さ控えめとかなんかそっちのやつもあったんで、まあ、ただこれもねやっぱちょっと広東焼きそば同様をなんか懐かしさというかね、なんかちょっとこうどことなく安心するような味、どんな味だって話なんだけど、なんかほんとこう庶民の味だなっていう。これもね胃袋に余裕がある方は、ぜひ食べに行ってみてください。そして最後は仙台駅にまた戻ってきまして、この仙台駅の中にもねいろんな飲食店入ってますが、まあやっぱり最後はね、まあ、ちょっとド定番になっちゃうんだけど、ずんだ茶寮さんのずんだシェイクでございます。もう定番なんだけどね、まあ、これに関してはね、あの仙台行った方は多分ほぼほぼ飲んでるんじゃないですか、ね、ちょっとわかんないですけど、ということでございまして、仙台駅周辺グルメということで参考にしてもらえたら、幸いでございます。まあ宮城県はね仙台だけじゃないんでね、また次回宮城の方行くときは仙台以外の場所もね、いろいろと食べ歩きしたいなと思っております。それではご視聴ありがとうございました。またね。